新年明けましておめでとうございます。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。2023年水野と宇野年の新年が明けました。 HJ 天苑 HJ 天中天宝修霊園では天地人誠の父母様をお迎えする中、新年をスタートする2023天一国指導者新年賀礼会が開かれました。今週は新年賀礼会の様子を中心にお伝えいたします。天地人誠の父母様主観2023天一国指導者新年賀礼会が HJ 天中天宝修練園大聖殿にて、現場に約800人オンラインで、全世界の天一国指導者約1600人が参加する中で開かれました。YSP 賛美チームの開会の賛美歌で全体の心を一つにし、2023年設立のための中断なき前進と決意の映像を視聴しました。大陸別に歓迎の挨拶を交わした後、誠の父母様が入場され、ケーキカットをされ、新年を皆で祝いました。その後、大陸別に新年の敬礼を捧げる時間を持ちました。ファン・サギル新日本大陸会長は、天苑宮天一聖殿を勝利奉献するという決意を込めて報告祈祷を捧げました。誠の父母様は水の塔の年の新年を迎え、希望の御言葉を語られました。사랑하는전세계지도자축복가정식구여러분여러분의간절한소망이실체적으로희망의등불이되어온인류를밝히는계면은새역사의아침이밝아왔습니다1791년이제10년한돌기를마치고다시출발하는이해에창조주하늘부모님의꿈소원이참부모와함께지상에서실체적으로섭리를펼쳐나가게되는이루형연할수없는설렘과기쁨과환희가가득찬이계면은검은토끼의해토끼처럼부지런하고다산하는이영리한가장사람들이함부로대할수없는사랑하는동물인이해특히검은색은모든빛을다함축합니다태양의열을받으면받을수록그따뜻함따사함은누구도부정을못할것입니다그말은지난해에부족했던불미스러운모든것은물러가고새롭게
하늘부모님을중심하고모든면에서포용하고품을수있는통일의축복가정첨보가정이되어서하늘앞에인류앞에승리자로서자랑하는존경받는여러분모두축복가정들이되기를바랍니다그리하여하늘부모님의환경권직접치리하시는환경권의중심에있는이나라신통일한국이되어야되겠죠그러기위해서는여러분모두가한마음한뜻으로하늘부모님의꿈을실체적으로이루어드리는효자효녀가되기를부탁합니다世界中からヒョジョンの心情が込められたヒョジョン文化公演が海外からは映像を通して新韓国は現場で披露されました新統一韓国のための願いを込めて新韓国の指導者たちが決意の歌を歌い全世界の大陸会長の戦勝で億万歳を叫び天智人誠の保護様主幹2023天一国指導者新年賀礼会が恩恵の中で幕を閉じました同日午後第4回新韓国戦略総会が開催されましたユン・ヨンホ世界本部長は歓迎の御言葉でビジョン2027勝利に向けた三大方向について伝えました핵심プロジェクト첫번째는이4대혁신을저희들이만들어내고요두번째핵심프로젝트는신통일한국의환경창조도굉장히중요합니다마지막으로핵심프로젝트세번째는유엔혁신기반을만들어야됩니다빛은어둠이있는곳에빛을비추어야하는것이고요소금은 본디소금의고유한짠맛이있어야되지만소금이필요한것을정확하게알아야됩니다세상을이해하고또한국을이해한가운데신통일한국과신통일세계에대한비전을우리목회자님들이이전략총회나혹은어머님말씀을기반으로중심으로해서우리가비전을확립하고그들에게제시해야우리가세상의빛과소금이된다라고믿습니다2022년정말수고하셨고2023년은저희들이더욱더도약하고전진하는한해가됐으면좋겠습니다에반젤大聖堂のドンミアズ司教は特別報告を通じて教会の成長に関する6つのメッセージを伝え最も重要なことは神様の命令に従うことだと強調しました When God tells you to do something, do it. There is nothing greater than simply obeying God when He tells you to do a thing. 今回の第4回新韓国戦略総会は礼拝と祝管理を核心キーワードに行われました核心キーワードである礼拝については6人の発表者が天一国時代の説教方向に関する提言安置日礼拝の本質聖和学生及び青年大学生の礼拝を導くためのビジョンと方向性オープン礼拝の方向性天の父母様聖会塗り礼拝の方向性などさまざまなテーマで発表し戦略会議へと続き深い議論を続けました シック管理についても6人の発表者が登壇しシックの相談や訪問休眠シックの教会復帰天保家庭教会長の育成シックの礼聖のための御言葉の重要性中保祈祷師の訓練による
新種族メシアの力量強化法案、家族愛、平和祝祭などさまざまなテーマを取り上げ、戦略会議を通じて実質的な事例を共有し、互いに異なる理解を持っていた概念を再定立する機会になりました。天心天宝修行の一環として第1回講演訓読大会が続きました。世界本部をはじめ各地区の代表が1人ずつ、計6人の発表者が登壇し、心情が共鳴する講演訓読を行いました。미국과세계의생존과번영을보장하기위하여본인은어떤수모도감수할것이며어떤험한땅이라도갈것이며어떤고역이라도사령치아니할것이며어떤십자가라도이를기꺼이질것입니다만일이숙명의길을가다가설사쓰러지는한이있더라도그로말미암아미국이살고세계가살아남아서하나님의뜻이이루어진다면본인은오직하나님에대한감사에충만할것입니다하나님의뜻을위하여엄청나게고통당하시는그분을믿고내조하면서아내로서또13명자녀의어머니로서가야했던길이순탄치만은않았습니다第1回講演訓読大会では4人の発表者に厚生省が心情の共鳴を与え、多くの感動を与えた4地区のチョチャンオン大教区長と5地区のイユジョン青年協会長がヒョジョン賞を受賞しました。강연훈독의대회를만들었던그모멘텀은어떤뭐스킬테크닉이런게아니라정말로그부모님의말씀을가지고우리가심정을공명하는데있지않습니까그준비하는분의심정공명또오늘이자리에참석하신우리청중의심정공명인데오늘어떠셨습니까갑자기피곤함이확사라지지않으셨어요아우저는눈물도나고정말그심정권이느껴져서참감동이었습니다정말저는우리통일가의새로운모멘텀을만들어주신것에너무감사하고요다시한번우리여섯분께큰박수를보내주시면좋겠습니다감사합니다비전2027およびてんえんぐ天使聖殿勝利奉献第4回新韓国戦略総会は心情の共鳴を感じつつ幕を閉じました。新統一韓国のためのヒョジョン思想と平和テーマに第41回新統一韓国平和フォーラムが開催されました。ユン・ヨンホ世界本部長は歓迎の辞でヒョジョンという根本的な意味を振り返る時間になることを願うと伝えました。チン・ソンベ・ヒョジョン世界平和財団理事長は神話は何を語るのかについて講義し、ホニク大学のチン・ヒョンジュン教授は孔子の創造力と平和をテーマに特別講義を行い、ポッドキャストサブジャクのアン・ソンヒョク代表は北朝鮮の家庭文化と公の実践について発表しました。平和マダンではヒョジョン思想と平和について熱い討論が続き、新統一韓国平和フォーラムは第41回を最後に第2期を終えました。ビジョン2027新統一韓国安着のためのユン・ヨンホ世界本部長招請特別集会が新京温国から約500人、新チュンチョン国から約600人が参加する中で行われました。大陸会長の歓迎の挨拶を通じて誠のお母様の愛と恩恵に感謝を捧げました。天苑宮天使聖殿勝利奉献のために聖誓を立てた天正貢献者のためのヒョジョン特別受賞式が恩恵の中で行われ、シックたちのヒョジョンの証と恵みのヒョジョン賛美が続きました。ユン・ヨンホ世界本部長は講話で誠のお母様の愛を伝え、最近の摂理の進行状況について共有しました。오늘아침에이제신경원국특별집회간다고이제보고를올리니까요어머님께서너무좋아하시면서수고했다사랑한다그리고2023년섭리사적위대한한해가되도록만들자이렇게이제말씀을주셨습니다올한해되돌아보면개인적으로또가정적으로또교회적으로또뭐우리교단적으로굉장히어려운도또힘듦도있었을겁니다
하지만 되돌아보면 감사하고 감사할 수 있는 것이 감사가 아니라 감사할 수 없는 것에 대한 감사를 할 때 하늘이 축복하고 저희들에게 더 큰 사랑을 줄 거라 믿습니다. 2023년은 더욱더 큰 감사를 우리 하늘 부모님과 참 부모님께 올리는 우리 모든 지도자 축복 가정이 되면 좋겠습니다. 대인지국 10년을 締めくくり 1년간의 활동에 貢献した 식구たちへの 효정 고로쇼의 10을 最後に 恩恵の 中で 特別集会が 幕を 閉じました。 ジャンピエール・カディマ新アフリカ大陸会長がコートジボワールを訪問し、ある天保家庭の故郷を訪れ、新士族武者活動で祝福された村の士族長たちに会い、誠の父母様の御言葉を分かち合いました。また、新士族武者活動の勝利を基盤に建設された、ヒョジョン家庭修練院の奉献式が、コートジボワール家庭連合の指導者と村の住民が参加する中で行われました。 南アフリカ共和国で新士族武者活動の一環として青年修練会が行われました。今回の修練会には22人の青年伝道対象者はじめ約40人が参加し、霊界と地上の関係、神様の御旨と創造目的、純潔の重要性など様々なテーマで講義が続きました。今回の修練会を通じて参加者たちは兄弟の関係を結びながら 天の父母様の心情を感じることのできる機会を持ちました。2019年、誠の父母様が天中的火難40日露程を勝利され、神道一世界のために創設された世界キリスト教聖職者協議会 WCLC創立3周年記念行事が非対面オンラインで世界55カ国から聖職者約1000人が参加する中で開催されました。 ユンニョンホ世界本部長は誠のお母様を中心とした世界平和運動を紹介し、出席した聖職者たちに大きな感動を伝えました。トーマス・ウォルシュ会長をはじめ、ハデベ預言者、KCLCの金スマン会長などが祝辞を伝え、誠のお母様を明かしし、ノエル・ジョーンズ牧師は今まで以上により深く誠のお母様について明かししました。世界の指導者たちは、 WCLC創立の誠のお母様の御言葉を再び聞きながら、その日熱く決意した時間を振り返り、 WCLCの美女を一人娘誠のお母様と一つになって実践することを決意しながら記念行事が幕を閉じました。新韓国女性連合の地球家族愛 1% 運動の結実として、カンボジア大きな夢図書館竣工式が開かれました。 世界平和女性連合のムン・フンスク世界会長とチェ・ヨンソン韓国会長、 HJ マグノリア国際病院のキム・サンギュン理事長をはじめ、カンボジア人事部次官兼王立行政学校のユーク・バーナ総長など 1200人余りが参加しました。関係者たちは女性連合に感謝の意を伝え、住民のための多様な文化空間として活用すると伝えました。 ケニアのモンバサで第10回ケニアモンバサオープン統一舞踏国際大会が開催されました。本大会には13カ国から来た250人が参加しました。選手たちは素晴らしい試合を見せ、観客から感動の大きな拍手を浴びました。一方、本大会はケニア政府関係者が起賓として出席し、 多くのケニア国営メディアや国営放送で報道されました。スナク UP大学院とソンムン UPA では 2022年度を締めくくり、統一武道昇級審査を行いました。生徒たちは統一武道で黒帯を取得することを目標に、 2023年度に統一武道を持続的に修練し、文武を兼ね備えた天一国の指導者となり、 誠の父母様の公私公助になると誓いました。コンゴ民主共和国では約100人が参加する中で、第3回青年公職者プログラム修了式が行われました。8ヶ月間の指導者教育課程を経た
17人の青年公職者がその主人公でした。青年公職者たちは今後民主共和国だけではなく新アフリカの設立のために最善を尽くすことを誓いました。ベナンでは児童と青年を対象に3日間の教育キャンプが行われました。神様の恩恵で私のアイデンティティを見つけたというテーマの下で行われた今回のキャンプには約300人が参加し、原理講義、クリスマスパーティーなど様々なプログラムで参加者たちが楽しくやりがいのある時間を過ごしました。スリランカ UPF は1週間行われた2022宗教青年奉仕団プロジェクトを成功裏に終えました。世代間の連帯、あらゆる年代のための世界づくりをテーマにスリランカのある村に井戸を建築しました。宗教青年奉仕団は井戸を完成させ、地域の200世帯が邸宅を受け、地域社会と良い因縁を結びました。2022YSP 台湾希望大会がカオシンと台南で開催されました。主なプログラムとしてはピースデザイナーの決勝戦に進んだチームの熱のこもった発表と表彰が行われ、両大会は成功裏に幕を閉じました。カンボジア IAYSP は綺麗な環境、自然の愛をテーマにメコン川河川の浄化ボランティア活動を行いました。今回の活動に参加した IAYSP 会員プノンペンの大学生たちは環境の大切さとために生きる生活の重要性を悟るようになりました。さらにカンボジア IAYSP の奉仕団はご飯は愛だというテーマのもと、クリスマス食料分かち合いプロジェクトを進めました。奉仕団はプノンペンにある小児病院を訪問し、60人余りの小児患者、父兄、病院職員に弁当を配りました。遠望平愛小学園では 2022HJPA 小学修了式が行われました。小学生たちは誠の父母様が準備してくださった奨学金で韓国語語学院の1年課程と孫文大学の4年の学部課程を修了しました。今回の修了式を通じて小学生たちは誠の父母様の愛を世の中に伝える未来指導者として羽ばたいていくことを誓いました。新アフリカベナンではベナン天の父母様聖会全国指導者総会が開催されました。今回の総会はビジョン2027勝利のための活動の戦略計画を立てる目的で開催されました。教会長の特別講演後、国家の復帰のために参加者たちは討論を通じてさまざまな意見を交わし、ビジョン2027勝利のために全力投球することを誓い、力強く現場に復帰しました。2023年、水野と宇野都市、ウサギは多山と繁栄、豊かさを意味すると言われています。今年も皆様のご家庭と教会、国家、大陸に天の運勢が広がり、健康で幸せあふれる一年となることを祈ります。それではまた来週お会いしましょう。